ちは。こんにちは。こんにちは。はい。今日はやっとやっとね、ようやく塗り作業に行けそうですよ。はい。やっと。はい。でも、ちゃんはまだ擦るやろ。擦ります。ペーパーを、これ最後の。まあね、最後って言いよけど、実はね、あとね、2回ぐらい、本当は行ったのに。網目模様が出てるのを見つけたけど。大丈夫とくちゃん、模様つけるんやろ。いや、この辺は分からないけど、まあまあ、もう、色次第で、ね、ちょっと進めていこう。うん、進めよう。はい、見つけてくれで、養生、養生してもらってと、天井塗りでしょ、今日は。壁も天井塗った後に壁、それとも同時、壁の下塗りと、天井はもう下塗り入れてよかなと思って、はいはい、そのまま行こうと思ってますので、はいはい、壁と天井同時進行で行きたいと思います。はい、はいはい、全塗り全塗り、うん、あの辺は、はい、あの辺の木全塗りです全塗りか全塗りよし。でもこれ窓側のこのここは塗ったやん。結構窓だけね、これね。はい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 、オッケー、差しがいいね。オッケーオッケーオッケーって言うさまで、果たしてなんかデクッとかじゃん。シャイシャイシャイ。ほんとなんかこれでゴルフのスイングトレーニングしたらいいんじゃないの。いやいやいや、すごい悪いやろ体筋トレになる。体壊れるやろ。すればちょっとシャシャシャとシャイシャイシャイってやろうかな。胸をくん牛乳入れた吐くかな。おい、やっぱここ掃除便利かったやん。そうで、うん、さっきね、子供さんと岩田さん、この隙間はどうするって、いや、掃除するときここに落とさることしとったから、世の中で、そこより持っていい場所っていうとこここにやっとって。ああ、なるほどもうあの、美容室にあげるもう髪の毛は埋まってしまった。でも怖いよね、いつの日かそこがこんもりになって、そんなに入れたって、だいたい平らにする感じ。だからね、本当はだいたいでいかない。このね、縦糸にもね、やっぱもう壁がこう、張ったとかね、あっちこっち向いとってね、ちょっと、もう俺の技術じゃ無理やった。でも床だけだよね。はい、とりあえずはこう、こう貼ってピッて引っ張ってもらって、ちょっと大丈夫だよ。よう生きてきたな。今のじゃ分からない。全然分かんない。うわ、なんこれ。なんかなと思って普通に手で取ったけど、何ですか。なんかべちょっとした黒いものを普通に掴んでしまった。歯じゃないとしてやろ。歯吐いた、ここで。あ、2回吐いた。してたら窓が終わってるみたいで。はい。あ、もう、ピシッ。まあ、這いすぎたな。逆にそこでそんなに時間をかけて割って、シャイシャイシャイでやるとか言いとるけ、シャイシャイシャイでしっかりした。逆に這いすぎて、もうピシャリになっちゃうんだ。もう、まあ、きつかんやな。体いくけね、かかんない。ムネオくんが邪魔しまーす。鋭い蹴りが入ってる、鋭い蹴りが。ほんとめちゃくちゃ、あのどうしてももう絶対汚しておなかと、うん、プラス、こういえばあのノースリップってもうちょっと強い養生、うん、の方がちょっと高賀県があのケチってこっちにしたりして、うん、ノースリップとかやったら、本当はマスキングはボードに貼って、この上から貼って引っ張れば、綺麗に貼れるんですね、このボードリンが。剥がれず。でもまあ、めんどくさがけんがしませんでした。はい。はい。
滑って危ないからノンスリ使えばいいのにって思う人がいたらそういう理由です。あえて破けるけん世間があんま変わらんって俺は思ってます。はい、さあ養生完了。はい、養生完了。はい、これでよかったかしても、いや、本当にこの下地材は乾き待ちが起こっちゃうので、はいはい、見して見してじゃあ、はい、俺天井行きます、うん、ああお願いします。はい、で、これも塗っときゃよかけん、うん、あ、そうなの。そうそうそう、透明なんで、あんま気にせんでよかけん。なるほどね、はい、その用途でよかったよ。無力厚塗りするけん、でもやっとえ厚塗りとかシーラーにならけでも厚く塗るけん任して。そうだね、もうね、とんでもない容量の悪さやね。一回通して半分ないぐらいを重ねてまた通して。あもうそれもうピシャ覚えた。ワンツーワンツーで染み込み具合。ドアは見切らんと話になるわけ。もう何遍も一回、何遍も行くけどあと膨れて剥がれてきますこれ。一番やばい、それが一番大事なの、はい。大丈夫。はい、ここ本当。髪のこれこれでね、これほんで、さっきちょっと胸の水場連れてくれんまたあれで一番重要、胸の一番重要な仕事何が美味しかできる水場汲んできてください。何が美味しかできるそうでしょ胸の中が言うときよかった美味しかできんよ次は下地材、うん、シーラーですね。初めて聞いたシーラー。ホームセンターで簡易的なものを買ってます。はい、特茶。これで、ね、ネバ出してる。いや、飲みたかとかなと思って。ネバ出せてよ。飲みたかとかなと思ったもん。はよ。魅力にしかできんやったら大電でくことがある。大電でくことさ刺激ない2つわざわざ用意してね。上見てるけどそれ、はい、上塗るの。いやいやいや、その電気板外そうかな。ああね、俺も思った。でもだいぶ暗くなるよねこれ。これさ、カバーだけ外しとってくるんですか。カバーだけ外す。カバーだけ、カバー外しても土台はでかいけど。あ、ちょっと見せてもらおうかね。これボト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 たるすもんね。それちょっと困る。水系の大加減が最近よう切ってくださいこう。おっ、おお。あ、割れちゃった。あ、割れた。なんの？カバー。くるって回すタイプ。回すタイプやった。大体回すタイプやろ。うん、そうね。こんな感じでさーっと垂れますので。もうマジで。はい。垂れに気をつけて。まあ、ちょん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 として、まあ、こっちに溜めとったらこっちに来てすぐは垂れるけんが、そんな感じで、ね、はい、こう下にするときにグッて力入る気でこうピャーってなるけど、ああ力は入れずに、まあ、ある程度手の届く範囲内でこぐらいで、こっちの壁にもひっついてよかいですね、このクリッて。で、下までこういうふうにつなぎとか2線でよかけん、あんな感じで。もう塗ればいいのね、うん、そう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 。で、この泡だけ消し取ってください、このタマリンゴだとば。はい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 、誰みたいなやつですね。シーラー、筆を選ぶ、うん、誰だよ誰よね。いや、進み、あと、つけすぎ、うん、つけすぎね、うん、けん、よっと切って、はいはい、一箇所一箇所ちょっと仕上げていってくれないですか。はい見た感じすげえデロになるよって思うじっくりしとったもん。やっぱりつけたかんない。ちなみに塗装屋さん所ってシーラーの生きらんやったらおらんです。さすがに、え、さすがに16歳ぐらいのあ、関東市のねカンカンこぼしとるか。まさに俺の憧れたペンキ塗りの人のやつやん、ね、カンカン持ってからアニメとか漫画でよく見る灰色の服とか着てから丈が違いますもんね、こういう丈の。ああね、うん、はいはい、はい、そしてですね、
壁じゃなく天井のやつです、はい、なんでこのネジを全部こういってほしいんですよ、はい、これで、はいはい、もうザーってはみ出していいんでしょ。はみ出していいです、はみ出していいです。ここの隙間ね、墨入れみたいなことをさせるのかな。こんな難しいの、貼れるやつやん、ウェザリングね。うん、そうね、どっちかというと汚す。俺流で、まあできるでしょう。やべ、変なとこについたもん。墨入れ。あれ？あんま入らんね。わあ。あめえか。何やってるの？あ、解体しちゃったです。ここまでやって解体しちゃった。やばい。切り替え。これだけは美味しかできん。丁寧か。いや、美味しかできん。そうやって育てたら、うん、胸君は簡単にやってくれる。ありがとう。今日やった作業はね、ここの、あの、マスキング貼りと水ついで切ると、そうですもんね。僕はよ、水つぐと美味しかできん。知らない。ただ怒られる、怒られる。おりゃ大変、俺しかできんやろな。めちゃくちゃ難しいよ。あおがもうじゃあ、ほくろだらけになってるよ。はい、ほくろだらけもんですよ。ほくろ仕事なんて金のほくろとかなんで、デート先に限ってね、自分の中でもベルケなのそういう件塗装屋さんにやっても何のこっちなのか、軽くいじったてよ。関係なかった。塗装屋さんなった関係なかった。いつも通りな感じでこれは進んでください。軍手、軍手はめたら浮くかもしれない。そうなの。はい。いや、児玉さんにしかできないね。しょうがないなぁ、もう。皆さんも塗りこなしてきた。あ、塗りこなしてきたね。さあ、一面終わり。うぅ、簡単よ。危ねぇ。おーい。上すごいね。はい。まあ、黒。胸の皮は必要とされてる。あれ、これ戦力外通告かにゃ。で、胸をくん。全然連れてってもらって。胸をくんの車にステッカー貼る動画を作らんばねーと思って見に来たけど、必要とされてるかどうかだけ先に確認してば。はい。大丈夫です。ちょっと待て、ちょっと待て。俺君だって大会までに車はバリット先輩かの。バリット先輩、バリット先輩。似合うやろ、それそれ先頭、うん。それはそう、それはそう。バッテン？待てよ。ママそれ言われたらちょっとショックかね。ちょっとショックかよ。あの時間でシーラーやったらもうここまで終わっとろうなと思ってたら。よっしゃ。じゃあ切りよこうかな。そのまま胸君の役割終わったら来る、うん、そうね、バーッてベーッとすっかね。ああ、切り寄って最初の方もいいぐらい、うん、ベーッと任してもシャイシャイシャイですっけ。で、今もうほら、こすぎるのが、うん、7回ぐらい通したやん。ほら、滑んもん、ローラーのシュッて、いや、それ滑らん、シーカー。ローラー、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 塗る長さの短さの、あの、こうちゃんと上から下まで届くところが。こうね。そうそう。上ばっかり。あっち行ってこっち行ってて、こうしちゃったら、こう、ここを3回ぐらい分染み込まれて、ここを何回って。一番いかんけん、それが本当に。まあ、関係なかけどね、シーラやしすごいね、ここ元々木の板手は思わんぐらいなんかね、うん、なんか元々こういうね、柄のついた板やったみたいな、なんか俺に道筋を作ってくれたの、徳ちゃん、これ、はい、そうです、怖いんですけど、これ手羽叩いて、あ、動かんと思うです、大丈夫です、はい、徳ちゃん、どうしたですか、手羽叩いて、やって手羽叩いて、痛かったんじゃない、あ、痛かった、こっとったと、あ、こうなんか動きよらんやった今。さっき塗ったろうか。違う違う。ここの、この一箇所の。ここの塗れ。ここの一箇所で。ここのペロって塗れたら。ここからここに塗ったわ、お前は。ここの、こ
ここまだ濡れてないじゃないですか先生。もうそんぐらいよかここもうああいうの気になって気になって作けん気になっていいですよ。親方に見つかったね。見つかった。ずーっと見えたいよ。やばい子供も。何個しちゃう。なし。もう一回だけ言いますね。いかんところで切ってるわけわからん。最後ビーンって行こうかなと思う。最初に言ってたから。最初にね。はい。こんぐらいぐらいの、こんぐらいあの話取ってるわけ。で、長く。長く上に行くときだけちょっとだけ力入れて下に行くときは撫でて泡が手伝いで、はい、で気になるところはこう早くやんね、はい、作業の早めんねこガン あそうねそこはガンってまさかあそこムッとなんでこっち行けたと思うなんでこの痛いしっかり終わらせて最後下も最後ビューっていこうかなってしょっぱ下と塗って逆転だとか下に行って言うだねこまかしゃタレって絶対納得ですけどマジ大変やけんこの養生の人のちょっと合わないって偉いぞさよなら親方のおかげさっきまでそんぐらい塗ったのにそんぐらいかけよったの手抜かけんねちょっとこれこの辺とか心配やもん手抜かけガンなんかシミマジで髪のああ違うあれになってない村が壁画が描かれる壁だよ3、4回塗ったこと確かにこっちめっちゃ綺麗よ3、4回って言うわおっしゃ戻ったとははっきり分かるで視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋ゴルフスタジオ営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。